ねえ。まあそして先週っていうか日曜日、ジャイアンツが優勝しまして、ね、ビールかけ、ね、S1 で行かしてもらいましたけども、はい、でも本当 S1 去年から始めて、で、いきなりね、初年度もジャイアンツのビールかけ参加できて、で、2年目も連続でできて、すごいラッキーですよ。うん、土日に優勝しないと S1 的にはほら、ビールかけとかね、俺が参加することはないんで、うん、ちょうど両方とも2年連続土日だったので、よかったですね。土曜日にも行ったんですけども、うん、土曜日はね、巨人負けちゃって、それで優勝もなくて、それでまあ、日曜日も行けたんで、日曜サンデー終わってから、行けたんで、まあ、良かったですよ。またもうガードがすごかった。ガードね、またしてもらいましたけど、うん、ただですね、今年の場合はですね、いきなり冒頭で、原監督と、おいの菅野投手、うん、ツーショットで、もういきなり来てくれたんですよ、わーっと。で、わーっと思って。それで、原監督おめでとうございますって言ったら、で、まあね、S1 のスタッフ側は、やっぱりこうガードしなきゃいけないってあるんで、うん、去年以上の。腹にタックルらしい。やろうそれはさすがにできないでしょ。それはできないでしょ、どう考えても。それで、すげえまたなんか、完全防備みたいな服を用意されたんですよ、カッパの。ね。それは僕の方に気遣ってもらってるわけですよ、S1 のスタッフが。で、フードまでこうあって、で、それでこうインタビューに行ったら、原監督が、ずいぶん守りに入ってるね、みたいな。そりゃそうでしょ。だって、そのフードをバサッとやられたんですよ。まあ、そこで別に原監督俺にビールはかけなかったけど、まあ、いつも以上にしぶきは、まあ、ばーっと、まあ、舞うじゃないですか、その辺ね、こう来てると。それでやられて。だからまあ、去年よりかは多少はまあ、かかりましたけど、でも、まあ別に、そんな、すごいことにはならなかったですけど、でもまあ、本当に去年もそうだったけども、行ったらやっぱね、こうね、酒のミストサウナみたいな感じですよ。もう、息する空気が全部もう、霧状の酒みたいな、まあ、状況ですからね。どうなるの？大丈夫でした。全然別に頭痛くもなんないし、別に気持ち悪くもなんなくて、まああれぐらいだったらまあ全然大丈夫です。かけんなダメなんだ。だからまあそれでもっとね、かけられたりするときっとほら、毛穴とか皮膚からどんどん吸収しちゃうじゃないですか。だからまあそれで多分もしかしたらね、酔っ払っちゃうかもわかんないですけど、でも多少それでももちろんこう吸収するから、ちょっと赤くなりますよ、やっぱり。あ、そうなの？うん。赤くなります。もう胸の辺とか顔もちょっとほのかにやっぱり赤くなるのと、あと、当然その後シャワー浴びるじゃないですか。本番また生があるんでね。で、シャワー浴びて、全部きれいにするんですけど、しばらく経って、体が酒臭いんですよ。うん。汗。汗が酒の。だからやっぱもう吸収しちゃってるんです、その、皮膚から。毛穴とか。だからそっからまた、ね、表面は取っても、また汗で、その酒が出てくるんだね。だからまあ、すげえ酒の匂いっていうね。うん、だからやっぱ、それはあるんだろうね。僕ぐらいガードされてても、あれですから、亀梨くんなんてもう相当多分やられて、もうずっとユニフォームをギュギュ絞ってましたからね、着てたやつをね。多分相当だったんじゃないですか。で、上田はね、着てたんですけどね、ビールかけは参加してないかったんで。うん、Going は亀梨くんだけ。うん、そうそうそう。で、上田はまた控室の、まあ、控室がまた東京ドームホテルの、もう部屋なんで、もう多分隣のあたりいるんで、なんか来てさ。で、ずっと俺は本番まで、ビールかけ行く前は上田とずっとホテルで話してたんだけど、だからもうすげえ怒られましたよ。だから俺が、完全防備でやってた。お前、完全防備に来てるじゃないですか。だったら行くなみたいな。ああ、そうだよね。そりゃそうだよ。どっちなんだよって、どっちつかずなんだよな、お前のやることって。すげえ怒られましたよ。本当にさ、迷惑だよ。迷惑だよ。言われましたよ。本当に厄介者だよね、お前。なんだよ、なんなんだよ。あれ、取り扱いが難しすぎるんだよね、お前。そうですよね。どうしたよ。いやいや、ビールかけは参加したいんですよ。だけど、酒を浴びちゃうと。いや、だから、それがビールかけなんですよ。酒を浴びちゃうと、ダメなんだよね、ちょっとね。いやいや。だから、それがビールかけなんですよ。でも、酒をかけるっていう、書いてビールかけって読むんですから。いや、そうですよね。だから、それでもまあ別にね、大丈夫な人はいいんでしょうけども。ダメな人なんですかっていうことです。ダメな人なんですか。じゃあダメでしょ。参加は。もうこんなチャンスないんでね。いや、チャンスもないよ。だったらダメでもいいやで参加するか。どっちかですよね。いや、で、ほら、放送ができなくなっちゃうと困るっていうことですよ。その後生でね。あるんで。その後俺がね。頑張ればいいんじゃないんですか。いや、俺、結構ね、全身が痺れるパターンじゃないですか。酔っちゃうとね、酔っちゃうとじゃあ参加しない方がいい、ね、立ち上がれない時とかあったりするじゃないですか。おつさんもご存知の通り、あれになっちゃったり、あとほら頭がバレそうでボロボロ泣いちゃったり。いやだからだったら本当行かない方がいいんですよ、ね、ジャイアンツが感動して泣いてんのか分かんないじゃないですか、どういうことなんだこいつはってことになっちゃうんで、それはまあちょっとね勘弁ってことで。勘弁じゃないよビールかけなんだから、こっちが勘弁ですよ。まあね、本当に。原さんに気遣わしてるんですから。もう各方面にいろいろね。せっかくの優勝、台無しですよ。いや、本当にね、よかった。まあ、ジャイアンツ愛はあるんでね。ビールには弱いけど。いや、だったらもう行くべきだよ。すっぱだかで。いや、すっぱだかで。それぐらい見せつけてもらえなきゃさ。まあまあまあね。すっぱだか向こうがお断りですからね。だったら海パン一丁で。飛び込むべきです。まあね。もうすごいことになるんだろうね。どうなるんですか。海パン一丁言ったらまあかけてくださいでしょうからね。そんなもんね。もちろんそうです。それはもう。芸人だったらそれぐらいやんなきゃね。すごいだろうね。そんなことになったらね。まあ、要は救出されて多分ぶっ倒れるでしょ。そんなの途中で。わかんないですよ。それぶっ倒れるから。まあそれかもう原さんに顔にゲロ。あの時の勇者は、ルルルルルルみたいなこと。最悪の。おめでとうございますみたいなことになる。本当にダメだよ。もうダメだよ。永久欠番。永久欠番。本当に。永久欠番ですね。ね、生中継でこれ、まあ、この間のは収録でね、あれだったんですけど、これ生でやっちゃったらとんでもないことになるんだろうね。いやー、でも楽しかったですよ。本当に2日続けて東京ドームでね。野球見れましたしね。それで今回は。でもあれでしょ、優勝の瞬間って感じじゃないんです。そうなんですよ。阪神が負けたことによって、それを阪神がデーゲームだったんです、昼間ね。で、巨人は夜で。で、ただ、試合が巨人が始まって6時にスタートして、もう始まってるんですけど、阪神の試合が、結果が終わったのが、その直後なんですよ。でも始まってすぐ分かる。そう、試合始まってすぐ電光掲示板に、なんかな、そうだな。阪神が負けたっていうのが出て、でも当然球場はわーって一緒になりますけど、まあ試合始まったばっかで途中なので、まあ普通にとりあえずも。で、ベンチの方は別にそんな普通にしてるわけですよ。そんな別に、うわーみたいなことにはなってなくて。そりゃそうですね。そう、試合中だからってなって。ただ、その試合、さらに巨人が負けてたらこれちょっと本当に最悪なんですけども。負けて優勝ってのはもう最悪のパターンですよね。でしょ？だけど、ちゃんと勝って、で、ただすごかったのは原辰徳監督。やっぱすごいのは、そこで、まず、安倍がね、退場方針になっちゃって、前の日に。そうらしいですね。急遽もう、本当にスタメン発表した後に、引っ込んじゃったわけ、前の日ね。で、その日もスタメンじゃないわけよ。で、別のキャッチャーがね、加藤っていうキャッチャーが受けてて、で、その加藤がまずタイムリー打ったわけ。加藤松浦そっちじゃないけどね。でもね、まずそこがすごいじゃないですか。安倍の代役の加藤が大事なところでタイムリーヒットを打つって、まずそこが一つと。で、試合も割と緊迫して2対1みたいな話なわけですよ。で、巨人が1点リードで、で、もう終盤。で、甥っ子の菅野が先発して好投してるわけ。それもすごい。で、8回か9回かに、代打で、そう、だから9回だね。9回、菅野がバッターのとこで、代打、安倍ってやるわけですよ。そこで出てく、ね。ほいでもうすごい一番の東京ドーム盛り上がりになってたからね、キャプテンが出てきて。で、まあ、それは結果はアウトだったんですけど、で、その、あと最後の、9回の、広島の攻撃。で、キャッチャーは安倍がそこでマスクを被るわけですよ。で、菅野が引っ込んでますからね。で、8回投げてお役御免。で、最後に、巨人の抑えっていうのが、今、7回、8回、9回、隅はね、ずいぶん前なんですよ。抑えてたら隅じゃないんだ。いやいや、もともとは隅さん、すごかったですよ。もういないの？もうね、そっからね、お父さん、30年以上の時が経ってるんですよ。隅？これすごいですよ。30年っていう月が経ってます、お父さん。ね。いないんだ。いないですよ。もう今いないですね。今やってる。20年前、20年ぐらいでいなくなっちゃったの？うん、まあもうちょっと正確に何年引退かちょっと今覚えてないですけど、もう30年近く引退してから経ってますよ。引退してから？巨人を去ってからね、正確に言うと。巨人を去ってからもう結構経ってますよ。それで、7回、大体ね、7回山口、8回マシソン、で9回西村っていうのが、トマソンはね、これもね、30年とか前の選手、助っ人外人ね。ね、バッターでしかも、抑えピッチャーでないしね。で、しかもね、トマソンはソンだからね。損得の損で書かれちゃってね。トマソン。こんな外人取っちゃった。何の役にも立たなかった。ね。全然助っ人じゃない。ジョンソンに続いて。ジョンソンはね、得だったけど、ジョン得だったけどね。トマは損だ、みたいなね。言われましたよ。ね。で、それでリンド。リンドね。セカンドが入っちゃったね。リンド、ジョンソンの後ね。セカンド、リンド期待されたんだけどね。だんだん全然もうリンドってなんだ名前はみたいな。リンダ、リンダかみたいなこと言われてね。ライト。ライトね。ライト投手もね、怒っちゃった。簡単に怒っちゃう。よく怒る投手でね。まあ、いましたけども。で、それももう30年以上前ですよ、太田さん。ね。それで、9回は、山口がまあ、ピッチャー出たんですよ。阪急の。いや、阪急の山口早かったね。背は低いけど、150キロ。ね。すごいもう。もう阪急の山口はスピードも当時も9回1のスピード投げてましたからね。だからそれで、太田さん詳しいね、その頃。本当に。ね。で、最初のバッターアウトに取るわけですよ。そう原監督出てきて、ピッチャー交代。マシソン。もう今9回1早いですからね、マシソン。157とか連発するぐらい。で、マシソンが出てきて、わー一球で仕留めてアウト。あと一人。またピッチャー交代。西村。だから、その最後の巨人の抑え今年のっていうのを、最後もうファンのために、もうあと選手のね、要はお前たちに優勝っていうのはすごく助かったんだっていうのを選手たちにも、まあアピールするって両方の意味で、原監督がそういう粋な演出をして。それで9回は一人一殺っていうかね、それを3人続けて投げて、それで最後三振取って優勝だから、その後わーって胴上げまでは割とその、勝って優勝みたいな雰囲気にしたんです、ちゃんと。球場も。もちろん分かってたよ。もうそこをね、別にやんなくても優勝負けてても、例えば逆転負けてもしたとしても優勝なんだけど、ちゃんと本当に勝った三振優勝みたいな雰囲気に最後は全部。まあ、それでも巨人ファンしか喜ばない。全然面白くないわ。ずっと聞いてたけど、何にも面白いと思わない。いや、まあ。何の興味もなかった。いやいやいや、まあ、そうかもしれないな。長いけどね。何にも面白みがなかった、今。あ、そうですか。まあ、そうでしょうけどね。まあ、どうなるにせよね。まあ、巨人ファン以外は確かにね。しかも野球にすら興味ない人もいっぱいいるわけですからね。いや、まあそこまでいかなくても、今のも巨人の本当になんか内輪受け内輪の受けみたいなことで。内輪だけど。引くわ、どっちか。いや、そういう。出ろよ、勝手にって、そういう感じになっちゃうね。まあまあね。いや、でも。だったら普通に別にやってくんないみたいなさ。もうまた優勝決まってんだからさ、みたいな。どっちかっつうと。まあね。まあ確かにね。広島、負けた広島にしてみりゃね、おいおいっていうふうに思うかもしれないけどね。いい感じだね。